毎日放送 MBS の高井美希アナウンサーが先月25日に55歳で死去したことを受け、同局のこの日の情報番組4ちゃん TV月金曜後 3.40 で後輩アナウンサーらが思い出を語り、しのんだ。川田アナは家が近所でプライベートでも家族ぐるみの付き合いがあったと明かし、本当に朗らかで明るくて前向きな人でした。テレビの画面、ラジオの声でも伝わっていると思いますが、とても素敵な人で憧れの存在でしたと話し、一息ついて残念ですと言葉を絞り出した。解説委員の三沢はじめ氏もキャスター時代は報道番組で共演した間柄、入社3年目でニュース任されて、まあ失敗するじゃないですか、だけど気にするなって高井さんがいつも鼻歌を歌いながら言うんです。あの笑顔には相当助けられたなという思い出しかないですとぽつり。三沢氏も家が近所でよくスーパーマーケットなどと顔を合わせていたといい、娘さん大きなったねなど他愛もない会話を回想し、それでまた鼻歌を歌いながら帰っていくというね、良い思い出しかないですねとしみじみ語った。